はい、X ヨッシーです。いつもご覧いただきまして、誠にありがとうございます。これからね、梅雨に入りますんで、バイクの皆さん、どうですかね、乗れますかね。以前私も雨に濡れてね、えらい目にやったことありますから、天候ね、よく、雨雲レーダーとか見てね、確認していらっしゃった方がいいかわかりませんね。はい。で、まあ、今日も、バイク乗りながらのこの映像でね、話させてもらってるんですけども、今日のトピックはですね、ちょっと前にありましたね。あの、ヘリの事故。ヘリの、小さい声で言います。ヘリの事故。あの件についてね、私なりにちょっと考えたことを、まあ、僭越なんですけども、まあ、バイク、お前はバイクの話をしろよと、怒られるかわかりませんけど、ちょっと聞いてください。考えてくださいよ。はい。あれはね、まあ、専門家の皆さんは、本当に事故って、はい、言ってて、まあ、こうじゃないか、あれじゃないかとかね、言ってますよね。特に、まあ、操縦のパイロットに慣れてても、なんか空間がこう、わからなくなって、こう、突っ込んでいったとかね。で、ヘリが200キロのこの速度でね、水面下にボーンって行ったらね、あんなバラバラになるとか言ってる、というような意見と、いや、そうじゃなくて、あんなにバラバラにならないでっていう意見とはね、こうちょっとね、交錯してますよね。で、私なりの考えなんですけどね。まあ、これ、空想、ジジイの空想だとかね、言う人いてるかわかんないけども、これから理由をいくつか言いますけどね、おそらくね、某国とかね、その、同盟国が一枚噛んでるっていうのは私はそうね、思ってるんですよ。まあ、空想を聞いていただけます？一応、いろいろ理由言いますから。はい。まずね、一番はね、政府が、いきなり幕引きした。これね、本当にこう、すぐにね、事故だって言って、何も調べないで言ったでしょ。あれはね、いきなり それでこう、なんかもう本当にこう、言うなと言わんばかりに事故だって言って、こう、幕引きしたんですよね。あれはちょっとおかしいなと思ってるんです。で、それとですね、YouTube 見たんですけども、台湾でも同じヘリで、同じ偉いさんが、レベルのね、人が乗ってる人が、押してるんですよね。これもちょっと不思議だな、という感じはしまして、これも事故なんかな、どうなんかな、って、ね、ちょっと怪しいんですね。はい。それと3番目に、バラバラになった機体が引き上げられた。うん。ですけども、引き上げられてしばらくしてからですね、防衛庁の方の方ですね、偉いさんの方がテレビで、バラバラになったらもうわからないって言い出したんですよ。で、はっきりまた言うてるんですよね。でもね、ちょっと考えてみましょうよ。現在ではそのナノテクノロジーでもいろんなことわかるような時代じゃないですか。それでバラバラになった機体をね、わからないっていう、その防衛庁みたいなトップのね、テクノロジーがあるようなところがわからないっていうのもね、これもまあ、なんかおかしいなっていうの思うんですよ。はい。それとですね、四つ目。フライトレコーダーのことは回収したけども、これ今調べてるんだと思うかもわかりませんけどね。何にも言わないですね。一切言わないですね。これもね、ちょっとおかしいなっていうのを思うんですよ。まあ、調べてからで、いろいろまあ、考えてコメントしようと思ってるんだと思いますけども、これもね、やっぱり、なんかのおかしいなっていうのを思いますよ。はい。それと五つ目。あれからですね、浜田防衛大臣さんですかね、が、新聞に載ってましたけども、初めてホットラインを、こう、話したって言ってましたでしょ。あれは新聞には東シナ海のことで、懸念を言ったっていうふうに言ってますけども、おそらくね、この話をしてるんじゃないかっていうのは僕の勝手な、まあ、空想ね、ですけどもね、勘繰りなんですよ。なんか証拠が分かってて、で、アメリカなんかにも報告してて、これはそうそう、アメリカがね、6つ目の理由でアメリカはこの件何にも言ってないんですよ。普通でしたら CNN とかね、その辺が、いや言って、まあアメリカも同盟国ですし、台湾有事のことなんかも随分ね、やっぱ気にしてますんで、これはあれはって言って言うんですけど、一切聞かないですね。YouTube 探してもないですね。これもね、怪しい、なんですよね。これ、ざっと、言うだけでも6つぐらいこれね、怪しいのがこれ出てるじゃないですか。で、まあ冷静に考えてみたらですね、まあ仮になんかその某国が、あるいはその某国の、同盟国がね、なんかのその最新のテクノロジーでああいうちょっかい出して落としたということになってっていうことを分かっちゃって言うと、それはもうやっぱり大変なことになるっていうのはまあ分かってますよね。
まあ、国民もきっと分かってると思うし、もう見て見ぬふりをした方がっていうような感じなんだと思います。はい。ですから、言っちゃうと、本当にもう、まあ、普通に考えたらですよ。日本もやっぱり、その、感情がね、うん、某国に対してすごく、感情をやっぱり、言わなかったらダメというふうな立場になるし、また防衛なんかも大変になってくると思いますよ。で、もしかしたら某国はこれちょっかい出して様子を見ようってアンテナみたいなことやってるのかわかりませんね。ですから、やっててどう出るかのを見てるかわかんないです。うん。やってて、まあ、公表して大騒ぎしてって、大騒ぎして言うたところでね、某国はね、茶番だとかね、でっち上げだって言ったりとか、信頼を損なうもんだとかね、そういうふうに言って、ぐちゃ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 言うだけでね、まあ、終わっちゃうと思う。んで、まあ、嫌がらせね、嫌がらせ行為をいろいろこうやってということで、終わっちゃうと思うんですよ。はい。まあ、ですけどね、ここは大人の対応で、そういう挑発には乗らないっていうのは、まあ、もしかしたらやっぱ重要なのかわからないですね。で、挑発に乗らなくて、じゃあこれからどうなるのかっていうとね、おそらくね、かなりまたね、圧力、水面下ですよ。圧力をかけるんじゃないかと思います。うん。結構アメリカとその辺が、こう、連携してね。うん。表沙汰は、こう、沈静化してるけども、裏の中の、本当にその、防衛のね、その、最先端のいろいろ、その、仕組みとか、組織とか、それから戦略とか、うん、その方、戦法ですよね。その辺についてはね、かなりまた掘り下げてね、きっとね、やってくると思います。で、まあ、某国はそれどういう反応になるのか。で、まあ、浜田大臣がその時ホットラインで何を言ったかわかりませんけども、そういう圧力をかけるよっていうようなことをね、もしかしたら伝えてるかもわからんですね、そういう話だと思います。そう、韓国が、北でね、船沈められたことがありまして、50人ほどお亡くなりになった気の毒でしたよね。あの時は、かなりあっちのメディアはそのままこう出して大騒ぎになりましたよね。ですけどまたあれもなってからまた大統領変わってまた北と仲良くなったりとかしてね、よくわかんないことになってて、その50人の命はどうなったのかってね、思いますけど。まあ、防衛庁の皆さんも大変だと思いますわ。言うなって言われて。で、まあ、私らも本当に考えたら、そのご遺族の方がね、非常に気の毒に思って、きっとね、真相を知りたいと思いますけども、語られなくって、そのまま、こう、墓に持って生かされる可能性の方が高いんじゃないかというね、私はそういうふうに思ってますよね。はい。まあ、私もね、まあ、こうやってこういうふうに話するのは、過去にまあ、話したことあると思いますけども、百貨店のね、勤務の時に、研修でね、自衛隊のね、海上自衛隊の体験入隊させられたんですよ。研修でですよ。自分で行ったんじゃないですよ。会社が行けって言って、行ったんですよ。その時にまあ、海上自衛隊の方のね、皆さん、教官の方はいろいろお世話になって、その時まあ、じっと今から考えてたら、言うこと、おっしゃることがね、いろいろ話、壇上で話することは、まあ、男なら軍艦がの、がかっこよくて、なんとかんとかって言ってね、おっしゃってましたわ。その時はええと思ってたけど、まあ、それなりにやっぱり、その、国防のね、意識というのは、結構、きちっとお持ちで、で、その研修の間もですよ、かなり厳しくて、きちっとしつけられて、ベッドメイキングとかね、ピチッと、あれは、きっと、その、私らだけじゃなくてね、その入隊した皆さんもきちっとしつけられてると思うんですよ。ピチッとベッドメイキングしてね、霧吹きかけて、ロッカーはきちっと畳んで、で、整列は3分で、パッとね、海軍のあれ、ナッパ服かな、あれを着てですね、で、帽子をかぶって、整列せんかったらダメなんですよ。そういうことやってきた。だから、まあ、考えたらね、やっぱそういうふうな厳しい訓練で、まただん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 偉くなるにつれても、もっと様々ないろんな、まあ、机の上のね、学問なんかももっと学ばれて、また実践の体験なんかもやっぱり訓練があって、という、そうステップを踏まれますんで、ですからね、それはね、大変だというふうに思いましたよ。ですから、その、防衛庁の皆さんは、
常々、まあもちろん災害とかその時はね、助けてくださって、非常にね、貢献、東日本大震災の時の貢献なさって、まあ阪神、淡路もそうでした。発動遅れましたけどね、某政党のことでね、遅れましたけども、ですけど、まあ、助けてくださったというようなことですけど、ただまあ、本筋は国防だと思います。はい。だそういうことで、まあ、今回はね、その話を、黙ってようかなと思ったんですけどね、やはりね、記念にこう言っときたいんです。そういうことを言って、ちゃんと記しときたいんです。私のその気持ちとしては。それでまあ、話させていただきまして、10分ほどのね、話でお付き合いいただきまして、ありがとうございました。まあ、興味ない方はね、本当に申し訳ないんですけども、まあ、スルーしていただいたら、よかったかなというふうに思いました。はい。今日もありがとうございました。また皆さんとお会いいたしましょう。